はい、じゃあ。だからあんまり今から塗ります。一応お母さんね、完食しないから。あ、そうだね。うん。決まったもんしか食べないから。はい、で、たまにはあの子供たちがさ、はい、あのおせんべいの梅屋さん前持ってくれるけどさ、はい、で、そのから食べても悪いんじゃないんだから。はい。うん。そうだね。長生きしたおかげで。あ、そうだね。本当だ。本当だ。ここまで生きると思わなかったん。ねえ。もうみんな言ってるよね。こんなに長く生きると思わなかったって。そうなんだよ。うん、誰も思うなのに、そこに生きてる人はそう思う。ねえ。だってさ、必ず生きようと思って生きてるんじゃないもん。自然に。はい。ね。本当ですよね。本当しょうがないよね。うん、だから誕生日って言うと必ずね、はい、あの生年月日と年を言ってそこに張り出されるの、はい、あ、それでケーキをいただいて、はい、なるほど。今年はこの辺は全然雪は降らないね。降らない。降った降った。渋川の方は一回で降ったよ。うちでは一つも降らないよ。そりゃそうでしょ。うん、うん、雨も降らないし、あったかいもん。毎日いいお天気だから、ね、はい、うん、そうだよ。渋川から比べればあったかいからね、向こうは。やっぱ違う。うん、うん、で、一応水上屋で雪が降ったってから、じゃあこっちも降るかねったら、それも来なかったね。やっぱり山沿いだけだね。そうだよね。降るのはね。